ただいて受賞しましたよということで、はい、こちら10秒ほどいただきます。おめでとうございます。私はカジュアルで行こうかなと思って、今日は、はい、とってもお気に入りのジーンズと一緒にカジュアルに、はい、コーディネートしてみました。ぜひ後ろ姿も見せていただけたら嬉しいです。はい、はい、スタイルがいい。すごい、すごい綺麗。長さんどうですか、広瀬さんは。スタイルがすごい良すぎて同じママとは思えない。いろんなママがいるね。確かに。本日ですが、急遽体調不良により菅田将暉さんはご欠席となってしまいました。池田美優さん、おめでとうございます。芸能界の夢であるこのベストジーニスト賞をいただいたので、殿堂入りを目指して頑張りたいなと思います。ジップ。そうですね、その、まあ、本当に自分自身がジーンズが大好き でこのショーはやっぱ本当私小さい頃からもやってましたし、自分がまあ知名度もだんだん上がってきて、まあ、ちょっと狙えんじゃないかなぐらいのやっぱり位置に行ってから、ちょっとガチで狙いに行ったというか、そろそろいけんじゃねみたいなのも自分自身で感じたので、そうですね、まあ、今日のポイントはなんて言ってもこの靴とで、はい、そのパンツがくっついてるっていうデザイン、本当特徴的な変わった誰とも被らないデザインのパンツを選んだんですけど、まあだからこそ私服でどっか出かけるの結構厳しいですよね。脱げないですもん、ね、絶対に靴を脱がない場所だったらいけるんですけど、はい、どっか脱がない、なんかあってね、ここちょっと土足禁止なんですって言われた時はもうパンツになっちゃうんで。なんでもうずっと外とかだったらねいいかもしれないんですけど、うん、でもいろんな形だったり色味だったりとかがあるので、うん、特になんかこういう風にっていうのは決めずに、まあスキニーデニムを履くなら、まあ、ちょっと上はゆったりした服を着たりとか、まあ、今日みたいにこういうローウエストのパンツ、デニムオーバーツを履くなら上はちょっと短めにしてこういうお腹を出してみたりとか、本当に、うん、なんか決めずに、ジーンズがフリースタイルだからこそフリースタイルな何でも合うのかなっていうふうに思います。いや、そうなのね、数えたことはマジでないですけど、本当に最近ハンガーラック、ハンガーのタイプの、ラックというか棚みたいなのを1列、本当はずっとパーカーとか洋服をかけてたんですけど、そこを1回もう断捨離して少なくして1列空いたので、そこは全部ジーンズゾーンにして、S 字のフックに引っ掛けてダーって並べて、そこはでもちょっと高級のものだったりとか、レアなものとかそういうのだけはかけて、あとは畳んでしまったりとかしてるんで、収納場所で言うと10箇所ぐらいを分けられてます。ここは黒いジーンズで、ここはちょっとスキニージーンズ、ここはちょっとバギーパンツっぽいバギータイプとか、なんかもうそういう色だったり形ごとに分けて、多分10個ぐらいはエリアで分かれてます。でもすごい喜んでくれました。その去年ノミネートはされて結局1位には取れなかったので、この舞台に立つことはできなかったんですけど、その時もいやおかしいねって一緒に言ってくれたりとかで、今回もその取れたっていうのをすぐ家帰ってすぐ言って、したらよかったねって言って喜んでくれて、でさっきも写真とかも送って、で結構インスタグラムに上げる用の写真を撮ったので、まあちょっとかっこいい顔で撮ったんですけど、したらなんかそれを送ったら可愛いねとか言ってくれるかなと思ったら、もっと笑ってってあれ想像と違う反応だと思って